週の端っこ月曜日端っこもっこり宅建ダイナマイト宅建の夏日本の夏今年の夏をどこよりも誰よりも一番暑い夏にする宅建ダイナマイト合格スクールぶっちぎり大放送本日もスタートでございます。拍手ありがとうございます、ね、来ていただいちゃってね、なんかもういきなり確信に触れますけれども、はい、皆さんの前に美味しそうなパンがご用意されておりますが、じゃじゃこちらはなんと後ほどですね、まあ、なんとここの社長さんをお招きしてじっくりお話を聞こうじゃないかと、はい、まあ今日はだからまあメインタイトルとしては高得点でぶっちぎれ目指せ満点勝負どころの宅建業法というテーマで一応お勉強もするんですが、うん、今日はなんとですねもう幸せ北千住進出記念幸せを呼ぶ真夏の吉田パン祭りとしてですね特別イベントを開催いたします。吉田パン祭りね、こちらの吉田パンっていう、はい、盛岡の福田パンさんの はい、のれん分けという形で2013年の4月にオープンしたお店亀有ですね、亀有の方でオープンしたお店がなんか今年の4月に今そこにネオンが見えてますけれどもあそこでーす北千住のルミネに2号店がオープンいたしました。おめでとうございます。ちょっと遅いんですけどこちらをお祝いする形でクローズアップ、はい、で僕らも約束で食べるというですねありがとうございますありがとうございます、ね、大人気なのね。大人気なんだから買えないんだから。買えないんだ。カメアリの方はね開店前から大行列ができるという、ねはい、社長売れよもっと作るの大変なんだよ。売れよ社長だ。今文句言っちゃったよ。なんで、スタジオ来ていただいてんのに怒られなきゃいけないんでしょ。社長もっと作れよって言ったら、いやほら文句言おうと思って呼んだほらやだ親父じゃねえか。いただいてるのにね。そうなんだよね。すっげえうまいんだけど、ちゃんと我々はいただいて美味しさを伝えないといけないですから。なんで文句言うのね。やばらない。おかしいですね。いっぱい食いたいよ。いいよこれカレー卵なんでね。まあまたねおいおい、この後ゆっくりいただきたいと思います。はい、とりあえず自己紹介しないと。そうだ進行しないと。はいはいはい。ダイナマイトじさん。はい大沢です。イエーイ。大沢先生。はい、でカドバン出してた石田先生。どうも、ダイナマイト2号の石田です。石田先生。じゃあ、アシスタント。はい、山岸智子です。智子ちゃん。お願いします。智子ちゃん。ナビゲーター、私、マダロー。以上の4名でお送りいたします。はい、宅建ダイナマイト合格スクールぶち切り大放送。この番組は東京都足立区北千住から世界に向けて発信するインターネット放送局 C ウェーブ、クロスウェーブ、千住7階スタジオ千住ハウスから今日も元気に生放送でお送りいたします。はい、番組へのメッセージとかもね、うん、まだ来てないんで募集しちゃいましょう。メールアドレスは、senju@cwave.jp、はい、千住@cwave.jp 宅建ダイナマイト係までメールをお願いします。はい、お願いします。もしユーストリームの方でご覧いただいている方はソーシャルストリームというちっちゃいコメント欄がありますのでそちらにコメントをお寄せください。はい、あとツイッターのアカウントをお持ちの方は、うん、ダイナマイト大放送番組公式ツイッターアカウントございますのでそちらまでツイート、もしくはハッシュタグぶっちぎり大放送をつけてツイートをお願いいたします。はい、あとともこさんのところにあとね、アベマTV でも C ウェーブ放送しておりまして、はい、そちらの方にコメントをお寄せいただいても私チェックできます、うん、ちなみにもうコメントに1個入ってるんですよ。盛り上がってる。後ろに電車が走ってますがどちらで放送されてるのでしょうか。そうだよね。気になるよね。多分ねこの人路上でやってると思ってるんじゃないですか。ここはビルの7階なんです。今実は建物の中なんだ。そう、建物の中なんですけど涼しいんだ。ちょっとここかな。北千住駅です。はい、はい、だから北千住駅って3階なのかなこれ。そうだね、3階ぐらい。なんかそれくらいと同じ高さなので、たまに電車通るんです。これ東武スカイツリーライン。そうですね、東武線ですね。あ、東武線なんだっけ。上野線かと思った。日比谷線だと思った。全然違うんだよね。日比谷線はあってるよ。あ、そう。地下鉄乗り入れてるから。あ、そうなんだ、そうなんだ。半蔵門線と日比谷線が乗り入れてる。東武線と。はい。なので初めての方ですね、きっと。ね、ということで、そうなんです。はい、ありがとうございます。このように見てびっくりみたいな感じ。そう、コメントを寄せいただければこちらでお読みしたいと思います。誰もこれないからすぐ読んじゃいますから。
漏れなく当選からくるでしょ、ね、すぐ読んじゃいますよ。今のリアクション見たでしょ、コメント1個入ってますって言っただけでおーおーって盛り上がるんですよ。ホームラン打ったレベルだよね、もうなんかね。そうそう、幸薄い人生送ってるからね。そんなことない、幸薄いからさ。薄いんですか。薄いだろう。あのほら、高校受験の時は定員割れする学校あるじゃん、あれだよね、完全に倍率出ないんだから俺、ね、0.75 とかさ、3人受けると4人受かっちゃうぐらい、ねね、だからもうね、一人一人を大切にしてるんだよね。そうそう、かっこいいと、コメント1つ入ると本当に嬉しいんですよ。そうそう、本当です、生きてる感じがしますよ、ね、あの今ね、窓に立って書いてある本もご紹介くださいって書いてあるので、これはまたあの番組の後、番組の後半でご紹介したいと思いますので、ぜひこのままご覧いただければこの本の正体がわかります。あーね、素晴らしい、博書店行って、博書店行って、神保町に行け、エルドラドなんか行っちゃって本当に買いに行っちゃうの、博書店ビニールにくるまってるぞ。じゃあそろそろ1曲目中に、すいません、すいません、あ、そう、番組進行しましょう、進行しよう、はい、すいませんでした、はい、すいません、ギャラリーの男性連中もお喜びですよ、はい、すいません、みんなパン食べに来たんだもんね、宅建なんかどうでもいいんだよ、どうでもいいんだよ、ね、今パン待ちなんで、パン待ちなんで、パン待ちですあの、というわけでじゃあ1曲目、はい、ご紹介したいと思います、はいはいはい、チークカラーで勝手にさせてよ。いいね、というわけで、はい、我々これから勝手にさせていただきます。その前にあのメールを読みましょう。あ、そうですね。そうですね。はい、メールとあとね、コメント来てます。コメント、そうなんですよ。先コメントを言ってメールを。嬉しいですね。そう、はい、このまま視聴しますって、あの、はい、本気になるみたいで。ね、どうもありがとうございます。それです。そしてあの追加で曲の最中なんかスタジオが盛り上がってますねと。盛り上がっちゃったんですよ。まんま流れてるんだよね。そう、そうそう。コメントありがとうございます。ありがとうございます。
マタロさんどうしましょう、メール読みましょうか。メール行きましょう、お願いします。はい、じゃあご紹介します。はい、メール、はい、りょうたさんからいただきました。りょうた、お疲れです。はい、7月の申し込みからあっという間の1ヶ月、うん、受験申し込みも終わり、焦ってくる人も多くなり、うん、大沢先生の質問メールも多くなってくるのでしょうかね。はい、同じく焦ってる一人ですが、ね、あ20代を宅建の試験だけにしたくないので今年は合格の報告をさせてもらいます。はい、メールの内容が途中から宣言みたいな感じになってすいませんでした。いやいやいや、はい、これからも楽しい放送を楽しみにしていますと、はい、いうことです。はい、そうだよ、あのな、今年ね、蹴りつけてもらって、はい、あいつも恋愛しなきゃいけねえんだからさ、彼女募集中だと。あら、うん、いい男なんだよ。りょうた、りょうたさん、ねって誰に言って、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 でもりょうたさんは、ね、その日本ハムファンでしたね。日本ハムファン、そう、けしからんな。最近セーブがさって、また違う話になっちゃう。どうしてみんなここの関係者チーム被らないんでしょうね。そう、ことごとく被らないってね。そうね、みんなバラバラなんですよね。オリックスファン募集みたいな。そうそう、あそこにロッテがいるからよ。ロッテいるんだよ、ロッテさんが。ことごとくね、みんなバラバラだからね、結束できないっていうね。そう、ことが組めないね。そうそうそう。りょうたさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、こちらもメール1ついただいております。はい、ハンドルネーム、将軍 KY さん。来た。はい、皆さん、こんばんは。宅建試験の申し込みも今日で締め切り、試験勉強もスパート時期といった感じでしょうか。マタロウさん、ベイスターズ3位、今年はクライマックスいけるような気がします。いけます。何無理になってるか。横浜高校も甲子園決まりましたし、なんとなく今年は横浜の年になるような気がします。なります。でも広島だろ。うるせえな。うるせえよ。今メール読んでんだろ。広島だろ。でも、まあいいや。あ、来た来た来た、はいはい、今年もリオオリンピック、甲子園、G1 クライマックス、なんか1個入ってるぞの熱気に負けないくらいの皆さんのトークバトル期待しております。プリプリではございますが、世界で一番暑い夏にしてくださいね。今夜もラッシャー木村のあまり中身のないマイクパフォーマンスみたいですいませんということで、ダイナマイトの風物詩、久保地さんでございました。ありがとうございます。将軍 KY って誰だろ。マシン軍団だ。KK にしろって言ったのに、なんで KY にしてきたんだろうね。何の話か分かんないですよ。そこまで分かんないです。番組の出演者とさ、メール出す人でさ、片八百長みたいなことしてるんだ。でも大切な視聴者ですからね。おかしな番組だと思って。数少ない視聴者ですからね。さあ、というわけで、まあ、お一方ゲストが見えております。はい、吉田パンの社長でいらっしゃいます。はい、吉田社長でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんばんは。もう呼んでいただきましてありがとうございます。実はですね、はい、こちらの C ウェーブという、まあ、全身クロスウェーブ専従にお出になるのが今日は初めてではないんです。はい、もう3度目3度目3度目、切っても切れない、ね、まあね、民放のキー局の出演は断るのにC部には出るのが不思議な社長でございます。本当ありがたいことですね。もともとは前回の放送で風呂和久蔵さんのワクワクライブで和久蔵さんのお話をしたかと思うんですが、もともと和久蔵さんが毎週水曜日夜11時台っていう枠があって、この放送局に、そこで番組を持ってらして、そちらにお出になられて、はい、はい、もうそれ以来で、なぜか宅建の番組に出入りしている銭湯のおじさんが約1名いらっしゃいまして、はい、不思議な方がいらっしゃる。ちょっとその方のご縁でですね、今回巡ってこちらになぜかパン屋のご主人が宅建の番組に出るという非常に訳のわからない展開になってしまった。パン屋のご主人のご紹介でパン屋のご主人が出てきちゃう。宅建の番組に出てくるんで、宅建なんだけどねみたいな。一応でも言っとくと宅建ですって、はい、まあ、なんだお前らっていうね。なんでもいいんだけどな俺たちも。でもね、この吉田パンってすごいんですよ本当に。あ、そう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 よ、そうよ。これちょっと見せるよみんな。はい、これカメアリ本店のメニューなんですけど、これだけあるんです。そう、一応基本はコッペパンのお店。はい、もうコッペパンしか、逆にコッペパンしか作れないんですよ私たち。すごいよでも、はい、なるほど。こだわりがさ、いいんじゃない、なんか今時なんじゃないこれ、うん、ね、給食思い出しますよ ね、 もうね。だからその給食、コッペパンったら給食でしょ、うん、食べてもらうと分かるんですけど、うん、その給食で食べてたコッペパンっていう感覚がブワッて飛ぶんです、うん、あ、そうね、うん、だから違うんだ。だから僕らのやっぱり多分、まあ、おじさん2人もそうだし、はい、うん、僕ら若手2人もそうだけど、うん、コッペパンって連想するとなんかそのパサパサしてるとか、うん、なんかその牛乳がないと飲み込みづらいとか、うん、そういうイメージが、そう。ちなみにだからね、ともこちゃんがコーヒー牛乳、やったー、しぎおさんがフルーツ牛乳、これいいの、うん、で、いしちゃんが牛乳と、なぜかそのいちご味のするストローでいちご牛乳で、
僕が水なんだよね。落ちっていうね。おかしいだろこの番組。なんで一番喋ってるやつ一番待遇悪いんだよ。まあしょうがないよな。うん、去年の野球の順位かなこれは。まあそうかもしんないな。じゃあ来年あれだ、石ちゃんの飲み物なしで。まだ分かんない。俺の映んなくなっちゃうかもしんない。映る価値なし。我がスワローズは。そう。スワローズとだからの。そこはいっちゃってるから、ね、レックの水野先生かなんか買ってるかもしれない。なあ。あいつがって水野さんが。そうそう、カタロウさんお腹すいた。いいよ。はい。いいよ。いいよ。ちょっと待って、社長喋るくせよ社長。うん。社長もともとさどういう行きつでこの、ね。コッペパンを作って売ろうっていう、ね、オンリーなんて。いやまだ私たちはですね、あの、うん、コッペパンまだ3年ぐらいしかやれてないもう新米パン屋なんですよ。8年ぐらい前ですかね、はい、7年から8年ぐらい前に私の義理の妹が盛岡に嫁ぎまして、うん、でその旦那、僕の義理の弟にあたるんですけど、盛岡生まれ盛岡育ちでして、はい、あの吉田さんにすごい盛岡のソウルフード食べさすからねって言ってですね、うん、朝7時に私の師匠のですね、はい、福田パンっていうのがあるんですけど、はい、68年、はい、今度69年目になるんですけど、はい、コペパンのお店がありまして、はい、でそこのパンを朝7時から、師匠のパンあのパン屋さんは7時からやってるんですけど、うち僕東京なんでちょっと30分だけ生きさせてもらって7時半から何兆分か30分だけちょっと生きさせていただきまして、はい、で7時半からやってるんですけども、でその7時にうちの弟たちが買ってですね、葛飾区のですね私の妻の実家に持ってきてくれてですね、はい、で最初に食べたのがその師匠が作ってるあんバターだったんですね。あんバター、はい、それはうちではあんマーガリンっていう、はい、名称なんですけど、はい、それ取れた、そう先生のやつ、はい、やっけ、はい、そうです、そのあのパンを食べてですね、あのこれは自分が手がけたい届けたいなって、もうただただその一心であのパン作ったことなかったんですけども、師匠との出会いが皆さんのおかげでできまして、うん、でパンを作らせてもらう、はい、ことになりました、はい、今やもう亀有ではもう知らない人はいないくらい有名なパン屋さんで、も行列ができるくらい有名なパン屋さんですから、でそのパン屋さんが北千住のルミネに満を持して進出と、もともとでもあのワゴンセールみたいな形であの改札出たところでやってらしたんですけど、はい、あれがもうだからすごい行列ができちゃって、あれすぐ売れちゃって困ってんだよ。でも取り上げてます。いやだからちゃんと行列で並ぶ、みんな律儀に並んでんの。じゃあ4月からはもうちゃんとあの店舗として、そうそうそう、例えばね、はい、夕方5時からですよね。そうですね。あのルミネさんとのご縁はもうずっと1年半ぐらい、ルミネデマンデー吉田パンで月曜日だけですね、あの3階のコンコースのところでやらせていただいて。はい、一緒にルミネさんと準備できまして4月からですね、うん、はい、その、まあ、一番あの最上階になるんですけども、はいはい、吉田パンの2号店目が、はいはい、ルミネ店がございます。もう8階のエレベーターホールのすぐ手前にあるので、はい、結構分かりやすいところにあるんですよね。す、はい、私ちょっとさっき覗いてきた。あ、本当ですか、ありがとうございます。どんなところにあるんだろうなと思ってちょっとちらっと覗いてきたんですけど、はい、もうエレベーターホールの目の前に椅子があるんですけど、そこに座って食べてらっしゃる方もいたんですよね、はい、ありがとうございます。おじさん2人暇だから食べたら。そうだね。いいですか、いいですか、社長。じゃあ早速いただきたいと思います。はい、私のカレー卵です。そう、カレー卵。こぼすなよ。カレー卵。そう、写真見ると半分半分で味が分かれてるのもあるんですよね。そうなんです。ごぼうサラダとか。ちなみに今僕が持っているこちらちょっと小さいサイズの方が2号店の。じゃあ。うん、はい、どうぞ。ルミネ店のメニューでございます、はい、今ね、すぐそこの場所のやつをお持ちできればよかったんですけど、本当にカレーと卵が入ってますよ、はい、おおうどんは自分で挟んでね。カレーなんで ね、 ね、 あ、 うどんね、あんまがり、ね、先生のが、長先生がもう王道のあんまがり、王道のもうカレー大好きおじさんも、うん、うまい、カレーもいいけどパンの話もしてる。あ、お嬢様。要するにだからこのなんだろう、このパンの食感っていうんですか、今ちょっと僕がちらっとお話ししたそのコッペパンっていう、そのなんだろう、今までその既成概念っていうのがそれが飛ぶんです。これうんだね、うまいですね、うまいですね、うまいですね。渡郎さんは何味？僕コンビーフ。
あ、いいな。いいでしょ、うん、いいでしょ。私ちなみにね、あの限定の夏コッペってやつなんですって、はい、そう、そう、あの元活躍リポーターさんにはそういうねハードル高い方がいたの。またいやだってほらある意味だってね、はい、あの葛飾そ生まれ葛飾育ちとその葛飾にあの、はい、拠点を置いてるお店同士で、はい、一番いいかなと思って。夏コッペってこれ、ね、中は何が入ってるんですか？あの桃ジュレなんですね。おお、はい、冷やしていただいてもらうとより美味しく召し上がっていただけるお品物になっています。あ、本当だ、中にジュレ入ってる、はい、あと桃もちゃんと果肉で入ってますね、はいはい、ジュレってゼリーですか？そうですね。めんどくさい言い方します。いやいや、イギリス生まれのものですか？殴るぞ。ナイスおやじだ。あの男性目線な感じです。いただきます。実は古いもんですから。あの今日召し上がっていただけるっていうのであの、ま、あの半取ってすみません。イエーあの、ね、決してあの売ってるものではないんですけども、はい、ちょうどあの今年の4月にあの。はい、亀有本店あの3年目迎えることができまして、はい、でちょっとだけ作ってですね、はい、お渡しさせていただいていたものなんです。パーソナリティやっててよかった、はいはい、社長さんの似顔絵出てない？あ、そうですね、あのこれ吉田君っていう吉田君うちの、はい、あの目印の一つになってる、はい、ものなんでございます、はい、でも社長は毎日楽しいでしょ、好きな仕事やってるからさ。どう？そうですね、もう無我夢中でして、ね、あのまあ、夢中になれるの45なんですけど、あの大変ありがたく持ってます。夢中になれるのっていうよね、はいはい、なんか卓球夢中になれてないみたいな言い方してくれ、なってる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 よって、なんか誰に怒ってるギャラリーの説得合ってるからさ、なんで否定してるの？否定してない、否定してない、ね、でも一つだけ今日お詫びしなければいけないです、はい、私卓球持ってません。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。あのこの二人も持ってないですから。そう、誰も持ってないんですよ。なわけねえだろ。ほら、ほら。番組の信用問題に関わるからやめてください。実は宅建持ってない人が教えてましたみたいなね。だって持ってるように見えねえだろみたいな。だって持ってなさそう、持ってなさそう。それで持ってない人教えてたら大問題ですから。看板掲げるなって話ですからね。ちょっと、ね、一昔前のカリスマ美容師みたいなね。ややこしい話になっちゃうんだよ。ね、ややこしい。ありましたね。ええ。実は大沢修行は宅建持ってませんかってことありませんでした。ダメ、すごい怒られるだろうね、うん、関係か。去年の試験30点で落ちましたとかね。そう、30年も嘘ついてましたみたいな、そうそうそうみたいなみたいな。来月したら謝罪会見特もやる。そうですやだよ、カメラのフラッシュすごいですからね。仮に石ちゃんやってよ。大丈夫、石ちゃんも持ってなかった。あ、そうか、ダメダメだね。満館も持ってませんでしたからね。あの皆さんちゃんと持ってるので安心してくださいね。はいはいはい、持ってることにしといてください。あの寛大な心でお願いしますね。何の話だよ、だからな。いや、美味しかったです、ね、よかったです。いやだからその多分ギャラリーの皆さんたちもすごい皆さんいい顔してらっしゃるんですけど、多分お食べな、美味しかった、美味しかった、いただきました、ね、ちょっと感動しました、ありがとうございます、ね、嬉しかったです。今こっちからこれあの商品作る時のターゲットはやっぱ男の人ですか？別にあのまあどっちでもパン屋、パンをまず作ったことなかったものですから、うん、男性女性とかはっきり言ってですね、うん、あの分かんなかったです。そういうターゲットとかですね、こういう形であのお客様たちのお喜びさせようなんていうよりも、ただ無我夢中で作ってですね、ただただそれだけだったんですね、はい、それがねお客さんに伝わって今の状態になってるってことですからね。今日さ見てもらうとさ男しかいない。なんかみんなさ、口でだってこっちに何人、こっちのね、みんな濃くて、でもね、うまいよ、うまいよ、うまいよ。メニュー見るとね、男の人も好きそうなの、美味しいよ。そう、女の人も好きそうだし、子供も食べられるし、ほんとあの男女老若男女問わずっていった感じのメニューなんですよね。そうですね、ありがたいことで6割、ルミネに6、女性6割、男性4割ぐらいでしょうかね。これ社長が考えてんのメニュー？そうですね、あの私とスタッフとですね、もう福田パンの材料とですね、作り方とかとももうお互いこう、違う形で作ってるんですけども、もう
今福田と吉田という形で大変ありがたくですね、はい、もう家族のように来ていただいて、こんだけ種類が多いといろんなの本当に食べてみたくなりますよね。カレーがいいんじゃない、まあ、カレーあるカレー後で、あとで、ちなみにだから今日はその真夏の吉田パン祭りって形でやってますけど、うん、去年の秋はこの新ウェーブで秋の吉田パン祭りってなんか白いお皿がもらえそうな感じでイベントやりましたその時はあれですよ、だから金曜日にやった第一金曜日の夜9時から放送してるリップと富士健のリッパンラッピンっていう番組でもあの、うん、まあ、リップちゃん、うん、富士健くんとのゲストの村沢俊彦さんという俳優さんに3人に食べていただいて、うん、その次の日にあのテレビ東京のアドマチック天国があの亀有特集でした。で新ウェブでやった次の日にキー局でやるというあのテレ東を超えたぞみたいなでその週明けの月曜日にこのぶっちぎり大放送で大沢先生とまだあの智子さんと石ちゃんがいない頃であの森あの青森出身のもんちゃんがその福田パンを食べたことがあって、あ私これ食べたことあるってそうそうそう、そうなんだ、すごいリアルな食レポをしてくれて、うんうん、もうあのこの番組史上もんちゃんが放った最大級のホームランって言われてそうだね、そう伝説の160メートル弾って言われてる、ね、ったよ、 そう、でその時だから大沢先生がもう吉田パン食べながら、ね、そうめえうめえしか言わなくて、そこで僕がもう困った困ったっていう、なんか言えよって思いながらなんか言ったってうめえんだから少年だから、いやだって確かにうめえ、うめえ先生どうすか、あうめえ他になんかないですか、うめえってやりかってんのかこの放送局はっていうねまあでもね本当にでもね確かに美味しいんですよ、うん、だずっとね食べてたくなる気持ちはねわかる、もう、ね、コッペパンっていうのが裏切られますもんね、いい意味でね、そう、うん、あこんなうまいのみたいな、こんなコッペパンもあるんだって今、うん、あるんだよはってなりました。で、私がいただいた、ね、そう夏コッペは期間限定で、ね、はい、これは亀有限定、そうですね、あのルミネ店の方でも昨日までなんですね、まるまる1ヶ月やれたかな、少しの間だけやらせていただいたんですけども、はい、亀有本店の方に来てくだされば、うん、夏コッペまだそれは、はいはい、お出しさせていただきます。朝7時半だから、うん、ラジオ体操終わってから並ぶのが一番いいのかな、7時半だよね、で売れちゃうんだもん ね、 いいですね、今ラジオ体操の終わってからのお客様もいらっしゃってくださってるみたいです、ね、はい、小さい子もきっと多いですね、はい、いや子供喜びそうだもんね、本当、甘いのも人気そうだし、ね、こうお食事系のもね、ちっちゃい子も食べられそうなのいっぱいありますから、おやつコッペ、おかずコッペって分かれててね、うん、キャラメルホイップなんてね、もう買いに来てくれるんですよね、今ね俺フルーツサンドがいい、私もちょっとねフルーツサンド気になるんですよ、はい、ね、じゃあいろいろ、ね、フルーツサンドは本店に買いに行ってください。わかりました、はい、あ、そっかそっか、違うんだ社長ね、そう、うん、メニューが、ね、ちょっと違う、ルミネ店はルミネ店のお品物を作らせていただいてます、さっきからそうずっと言って、はい、言ってるんでしょ、言ってねえよ俺俺聞いてなかったみたいじゃんな大丈夫、言ってたよね社長、ごめんごめん、カメラ本店来てくだされば目の前でご注文いただいたお一つずつをはいお作りさせていただいております、はい、ぜひカメラに近くにお住まいの方はぜひ亀有本店行っていただいて、はい、もしちょっと遠いなっていう方は、はい、北千住のルミネの方に行っていただければ、はい、吉田パンの美味しさが味わえますので、本当これはぜひ食べてほしい、うん、本当に食べてほしいです、これは、うん、食べないと損をする、そう、コッペパンの概念が本当に覆るようなふわふわっとした食感で、そうね、それでこうね、こうコクがあるってなんつうかな、柔らかい、でパン自体の味もすごいしっかりしてるし、でまたどの味にも合うようにできてるっていう、うん、あとこれは言ったら怒られるのかもしれないけど、うん、おそらくこのコッペパンだけでも絶対美味しいはずです、あ、そのものでもね、まあ、そのパン自体が美味しいんです、社長ちゃんと作ってんだよね美味しいから、そう、ね、本当にそう、ね、おじさんちゃんと宅建の授業やってんの、ね、これからやりますよこれからやりますよ、私たちはちょっと一口いただいて、ね、少し満足しましたので、ね、これからやんないといけないからね、はい、あとスパゲッティが入ってたり焼きそばが入ってたりね、はい、そういうのもまた自分で入れてください、はい、あ、そういいですよね、じゃあちょっとここで2曲目、はい、2曲目紹介しましょう、はい、はい、ここまでは、はい、吉田社長でした、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました、はい、それでは2曲目ご紹介したいと思います、はい、
浜砂智美さん道。Je vois les yeux fermés, ton visage adoré. Mais quand je vois les yeux, tu disparais. Adieu, tu suis venu t'en loin. J'ai perdu ma chemin. Ça ne valait pas.De toi, tout est perdu, je crois. Autour de moi, tout change, tout s'éloigne. Je suis perdu sans toi, le peu me gagne. J'aimerais tant te voir, toi que j'aimeSans toi, j'ai perdu mon chemin. Mais aussi le temps, mais le temps, mais le temps qui était si mal.いつの間にか私一人遠いところへ来てしまった手を伸ばせばすぐそこにあるお送りしたのは浜砂智美さん道でした。はい、はい、メールは1通来てるの、はい、メールいただいてます。追加でいただいてます、はいはい、あの2通いただいてて、はい、あの沖縄の宅建ダイナマイターズ源太郎さんから、はい、あのパンのコーナー始まる前はあのパン好きなのでどんなパンご紹介されるのか楽しみですって、うんうん、はい、あの、うんうん、大沢先生と石ちゃん先生のやり取りも楽しみですって、あ、どうも、はい、書いてくれて、あのその後あのパンのコーナー盛り上がってる最中にパンが美味しそうでした、いいなって沖縄からでもネットで買えるんでしょうかあと後ろの本が気になりますって、そう、後ろの本、後ろの本、ああ、なんかあったね、あるねとかね、ネットで買えるん、いや直接、あのぜひあの東京に、そうなんで気持ちしないもので、うん、ああそうですよね、源太郎売ってないんだってね、うん、っとだからあのぜひ源太郎さんの直接東京に来た時に、あ、俺後で言っとくよ社長に、何よ、ね、何よ、何よすいませんちょっと話ややこしくすんなよ、ちょっと態度がね、あ、社長すいませんね、あ、まだいらっしゃったね、そう、まだいらっしゃったまだ言うな、すいませんいてくださってる、すいません、失礼だぞ、源太郎さんありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ、竹のコーナーに行きますか、はい、
目指せ歌って踊れる宅建取引士、高得点でぶっちぎれ、せーの、目指せ満点勝負どころの宅建業法。はい、拍手ねえぞ煽らないの。だってパンの時あれだけ拍手があったのにさだってメインの宅建で、いやみんな死んだ魚なら目しましたから、消化試合みたいになってる、満足しちゃいましたね。もうねビール飲んで、もうメインが終わった、ビール飲んじゃってっからもうね、このスタジオでね、もうだってみんな、うん、どこ開いてるもん、もう、ね、美味しいパン食べてね、お酒飲んで ね一応ね、これがメインですからね、これがメインですか、我々、はい、まあ一応うちらは受験講座だからな。そうだったの、わかんないなんで自信なくなったの今一瞬わかんない、受験講座だ、一番自信持ってほしい人です、ね、はい、受験講座だよね、受験バラエティ講座だ、あ、そうかそうか、受験講座じゃねえか、うん、受験バラエティ番組、なんか、はい、変なもん入った、まあいいや、まあやろうか、やろう、8月21日、はい、じゃあ持ってよ、はい、告知です、はい、はい、下の宣伝です、宣伝です、いきなり宣伝です、8月21日に番宣です、はい、出ます、一般社団法人マンション管理員検定さんですね、はい、はい、第平成28年第11回、はい、マンション管理員検定試験に、関わる免除講習ですね、はい、5問免除講習です。ただ募集の締め切りが28年の8月5日というね、今週じゃん、今週の金曜日ですね、うん、はい、金曜日でございます。詳細は協会さんのホームページをね、ご覧いただきたいと思います、はいはい、マンション管理員を目指す方、うん、それから、宅建のお話じゃなくて管理業務主任者の講座ですね、はい、はい、管理業務主任者にいつまで経っても受からないフロントのお前お前のことはお前、誰だよ、福祉、はい、お前こういう名前出すな福祉高橋ですね、はい、後輩なんですけどもね、はい、受けに来てっていう、うん、はい、私がですね、はい、一社流マンション法の真髄を、伝授しちゃおうと、うん、いうところでございます。はい、まあ区分所用途適正確保だけなんですけどね、うん、はい、こちらのでぜひね、来ていただきたいと思います。はい、告知でございます。一ちゃんライブやんだね、はい、ライブですね、6時間もライブです、疲れるよ、はい、マンション管理のね、これ管理員検定ね、はい、はい、あの締め切り間もなくなので、はい、気になる方お早めにお願いします。で、宅建業法ですね、今日は、はい、そうしたね、ようやく来た、ようやく辿り着いたよ、ね、もう8時6分になっちゃったそうなんです、これ眠くなってきちゃったよおい先生パン食っちゃってさ、だって先生ね、パン全部食べちゃったの、さっきの2曲目の間にね、もりもり食べちゃって満腹になってきちゃってる来た時なんかビール飲んでませんでした、いや一応ノンアルコール、あの唐揚げとノンアルコール、みんなね曲の間気使ってね食べてないのに先生だけ完食してる映ってんのこれな、そう映ってる、ここみんなにバレてますからね、おかしくねえかこの番組、あ、やろうか、やりましょう、やれよ、やりましょう、竹原竹ちゃんだよ、終わっちゃうから、宅建業法はほら20問出てくるという、大変だよ、50問中20問ですよ、4割、企画の4割をどういうふうに勉強していくかということで、まずは、はい、効果的な学習方法が、じゃじゃーん、1から丸暗記すると、挫折しますのでね、はいはい、暗記なんかしないようにしようということで、うん、はい、まあもうどこでも言ってることかもしれませんけど、うん、過去問の問題演習ですね、はい、いちごかよ、いちごストローであるのか、いちごストローいいよいいよ、いちごストロー、はい、もう過去問の問題演習、はい、これでもうね、できなくてももう問題から入りましょう、もう8月ですから、はい、全然勉強してない人多いですからね、試験10月ですからね、ね、はい、問題集から入りましょう、はい、もう全部問題集亮太さんもやってないと、亮太やってんだろ、おい亮太よ、お前亮太さんは多分ね、あの日ハムの試合ばっか見てるそう、はい、もうやってからですね、できなかった箇所を、まあ、テキストで調べて覚えていくというね、はい、問題集中心、演習中心でやっていくというここでね、はい、ビリゲルのさ先生、うん、本さ読み直したんだよ、はい、で、いやほら生徒でさビリギャルが多いもんだからさ、なんか勉強してないのがどうしたらいい、じゃやっぱね、もう時間ないとかもう問題集から行きましょうっていう話みたいなね、あっちの予備校の、そうそう、まあうちらも予備校なんだ一応な、だけど一応言わない、そっちの方の人に聞いたら、そしたらね、あの問題集でも答えからやってくれって、うん、答え見て問題見てここがポイントなんだなって、まず問題に線引いちゃえっていうのよ、あ、こういう風に出るんだなって言って、はい、それでね、でその時やる時答え見ないで問題見て、あ、ここポイントだよねって分かってりゃさ、で結局あと2ヶ月でしょ、
付け合い場でいいんだよみたいな、受かりゃいいの、受かりゃ、芯から分かるなみたいな、勝っちゃいいんだ、勝っちゃいいんだ、芯から分かるなバカ野郎みたいな、法律家になるわけじゃなくて、ええ、試験に受かりゃいいんですから、どうせ試験に受かって先生やるわけじゃねえんだからさ、うん、適当に言って言っちゃらんないけど、先生が言ってますけど、まあでね、本当だからね、答え見てやった方がいい、はい、もう、うん、あの、罰のところは下に下線引いて、罰つけて理由がある、ここが丸だなってもね、はい、4択やっちゃうんだって、はい、それでいいっていうのはもうそれで早く行きましょうと、うん、どっちみちだって問題取ったって解けないでしょ杉本さんって名指しで失礼するなよ失礼なほらそうそう、うん、もう問題演習中心に、はい、テキスト今から読んでたらダメというね、はい、という意味で問題演習で中心に、はいはいはい、まあ、この問題演習なんですけど、やっぱり向いてる問題とかね、向いてない問題とか、まあいろいろありますけれども、はい、まずはまあこの宅建業法のですね内容を、20問も出るんだけども、はい、大体出るとこは毎度決まっとる、はいはい、こんな感じで免許制度が出ますね、業に当たるのか当たらないのか知らねえよっていうね、ところでございますけど、宅建業とは何だろう、はい、事務所がありますとかね、保証金が必要だとか、はい、あと保証協会に入んじゃダメとかね、そういうところでございます。あとは資格ですね、資格制度、うん、はい、取引士資格制度というね、はい、ところが必要になってくると、あと顧客保護制度がありますね、重要事項の説明しなさいとか、37条書面を交付しなさいとかね、あります。でこれ実務やってる人って37条書面が全然実際の契約書と違うんで、うーっていう感じでみんな迷っちゃうんですよね。こんなもやってねえよみたいな。なんでこれ。なんだよお前、問題間違ってるよ。おめえだおめえだよおめえだよって。過去問解いたことねえだろ、ね。そうそう。なあお前違うじゃねえか。お前だよ。重要事項説明に代金かかねえだとかね。おかしいな、なんかバカしいんだからなって、お前だって言うの。法律がおかしいとかって怒りやすいんですよ。そうそう。法律はおかしくないんですよ。そう。で、まあ、ですね、もう別物だと思ってくださいね、うん、37条書面と皆さんが使ってる契約書とかですね、あと35条書面との重要事項説明と、はい、試験に出てくるもの別物だと思ってもらって、業界の方はね、はい、特にね、そうしないとですね腹が立つだけですで腹が立ってるのがずっとやってるとですね落ちます、はい、ですからもう別物だと、もう俺はね入道するという気持ちでね、はい、気持ちを置かれてね、そうだ、はい、この免許がいるいらないで 2,3 問だもんね、はい、で取引士、ね、ほら宅建試験受かってさ、はい、登録して、はい、取引士証ってライセンスカードもらって、はい、で初めて取引士って言えるわけだね、うん、で履歴書に書くんだったらそこまでやんなきゃダメだよと、うん、まあ、いう話をして、それ、はい、でそのじゃあ取引士の仕事が何なのどうなのっていうので、まあ、何問か、うん、出て、で取引士じゃなきゃできない仕事がこれとこれなんだと、重要事項の説明ってのはね、はい、取引士じゃなきゃ、はい、できないですね、できない、やった、はい、そこまだちょっとだけやったね、よし37、これは契約書面だね、重要事項、はい、契約する前に重要事項の説明をする、うんうん、で契約したしてからすぐに伝えなくな、37条書面っていうのを交付する、でここのところは不動産の取引の肝になる、故にプロじゃなきゃ携わっちゃダメよということで取引士という話になってるわけだな。そうですね、ね、はい、あと仕事やる上での発注制限、売り主になった場合ですね、業者が売り主になった場合、ここだけ今上は全部手続き号みたいなものなんだけど、ここだけ民法の、まあ、ここからどうだな、民法の話になっ、民法との絡みになって、絡みですね、発注制限、兼業者が売り主で、ね、はい、買い主が一般消費者、はい、特別法のね扱いになってますね、違う、ね、規定があったら特別法が優先されるというね、業者売り主だからよ、はい、一般消費者がよ一社かもってこい不利な特約押し付けてこい、しちゃじゃあどんな特約にしましょうね、え、はい、手付金ぼったくってこいぼったくりよ、手付金と、あと損害賠償の予定もぼったくってこい、そうですね、損害賠償の予定怖いですよね、あとそれから貸し担保責任不具合があっても一切責任負わないって言ってこい、なしにしちまい、よっしゃどうせ一般消費者は字が読めねえからよ読めるわ字ぐらい、僕マジですか、ほら怖いよ、よっしゃ、あと変なところで契約してきちゃえ、字は読めるんだよ、中に何が書いてあるか分かんないだけ、ね、できねえって特約つくつけいっしゃ、竹内怖いよ、ちょっとちっちゃいんですけど、これ、はいはい、なんかこの赤と青と、これはですね26問から45問まで、はいはい、これ出るところで、あ、試験で20問で、45番は必ず住宅貸し担保履行法なんで、はい、これは必ずこれはちょっとまあ業法じゃないんですけど、うん、一応中に入れて、総理関係者が、はい、
はい、ね、あいるいる、お宅の会社の話だよ、これ、はい、宣伝してやってんだからよ。で、このでですね、だからまあ年代別に27年は免許の関係の問題が出て、免許、売買契約、売買、重説、売買、重説、重説、これ読めねえな、報酬、報酬、はい、で8種、自ら売り主、取引し、ね、また8種、はい、8種、広告時期、はい、37条書面、また8種、8種、8種。ねすごいな、業務通則、保証金関連、監督処分、業務規則と、まあ、こういうラインナップ、こういうラインナップで、赤いのはですね、あのどういうものかというと、これあのいくつあるか問題、はい、合ってるものはいくつあるのか、間違えてるものはいくつあるのか問題、これ23年とかと3問とかしか出てなかった、これ青いのは、うん、組み合わせを選べ問題、あ前はね、あの正しいものはどれかとかね、うん、誤ってるものはどれかっていうんで、はい、選択肢4つの中から選べやよかったわけだから、まあこれかなーなんて当たった可能性があるんですよ。最近はですね、選択肢があって正しいものいくつあるかっていうのは難しいです。意外と正しいものいくつあるかでね、なしっていうのが答えになってる。なしっていうのあるんですよ、うん、あそういうのもあるんですか。0、1、2、3みたいな、多分ほら、うん、作ってるうちにさ、全部正し、全部誤っての作っちゃって時間がなくなって、いや、いくつあるかにしちゃおうみたいな感じでさ、うん、で4つあって、4つともなし、間違えてる、間違えてもね、そういう問題が出てる、そう自分の心がさ、うん、強くないとダメなんだ。そうなんですね、一つ一つ考えなきゃいけない。4択だとその4つの中で丸か×か選んじゃえみたいだけど、うん、その感覚があると、あいうえの中から1個選ぶ2個選ぶって感覚ね、はい、で例えばほら、あといいが××だったら間違ってのは2つとかになるわけじゃん、うん、だけど、うん、どうしても感覚として 1個しか選びたくないみたいな人たちがいてたな、はい、だからこんなに増えてるというね、うん、もうこんなに増えちゃってる、はい、だからこれ去年 C になった初めての問題だから、やっぱ増えたんかなと思うんですけどね、でもそれじゃ多い、しかも去年は37条書面が1問しか出てないんだけど、それがもろもう選択いくつあるか問題でですね、あこれはですね、すいません間違えました、私もむせました。去年やってて間違えました、これあれみたいなね、どこでした、難しい問題が出ましたね、うん、はい、まあ、こんな感じにもう今はもう全然こういう問題が増えてるというね、要、うん、するに問題作るやつらがアコギになって、はい、アコギになってるわけですね、うん、はい、だけどまあね、基本的な話やってりゃなんとかなんだよね、分かってるやつは勝てるんだけど、うん、フィーリングで勉強してるやつってやっぱほら引っかかるじゃん、うん、4択の中でどれか1個選ぶってんで、ほらフィーリングでなんか当たってやるやつが、はいはい、まあ、上っ面なやつだよ、はい、俺みてえなやつだなみたいな言いたいんでしょ、うん、今あのなんでこもろ、わざわざ思いっきりこっち見て喋ってるもんね、今ねがっちりこっち見ますもんね。権利関係なんかはでも今民法は、特に民法は過去問じゃ対応できない問題出てますけど、うん、業法はまだまだそれでも過去問で対応できますもんね、うん、はい、いくら選べとかね、やっぱね、業法で取らないとダメなんだよな、はい、これ出題傾向ですね、まあ、免許とか業が2とかね、うん、はい、こんな感じの、まあ、配分、やっぱこのな、重説と発出制限だな、これ7だな、はい、20問中7だからでかいですよね、うん、業務規制は割と面白いよね、そうですね、あ規制ですね、規則、ね、業務規制は規制だな、ほら宅建士がいなかったから社長が重説やったあははみたいな、違反じゃないよみたいな問題が出て、違反なんだけど、あこれうちの社長のことかみたいなじゃ あうちの会社違反じゃんみたいな、そう、うん、お客さんから時間がないと言われたから重説を省略したとかね、あおいおいやってるやってるやってる、あやったことダメだおかしいなみたいな、うん、やったことありますけどね、確かに ね、いいかみたいな、まあいいかみたいな、まあいいか郵送でいいかって客も急いでるってし、いっかみたいな、いや省いちゃえみたいな、全部わかるって言ってたし、いっか、じゃあ後ろに名前書いてくださいとか言ってね、そうそう、とりあえずこの書面にサインしてくださいみたいな、手付け持ってねって言うからよ、貸しちゃうか貸しちゃうか10万、いやそれやったことないけど、書類上もらったこと修正しちゃって出た出た、宅建隊名前と不動産、契約書で疎開って言ってよ、これ銀行が騙せちゃえばいいから契約書こっちで作っときますねみたいな、ね、最後ねっていうことやっちゃダメなんですよ、うん、っていうことが出る、ということが出る本当ですよね、だからもう今度はやっぱり重説、うん、それからまあ、発出制限、うん、はい、これはそうだな、業務規制、うん、でもこう見ると大体もう出るとこう固まってますね、決まってんだよ、免許がいる、いらないでさ、はい、もう取引地が意外と飛び石だったり、ね、うん、ね、しますね、はい、
やっぱ発出制限だな、まあ、クーリングオフは毎年出るもんね、うん、はい、ああ手付金等の保全とクーリングオフはさ、うん、毎年出るもんね。あの 20% とあの新あの 5% 10% あれができなくて発狂してますもん ね、 ね、みんなね、等が分かんないよ、手付金等っつってんのにさ、はい、そう、あの等と手付金は違うんだ、うん、契約から、はい、あの、うんうん、引き渡しまでに受領するお金全部なんですね、うん、で手付金と中間金を入れて手付金等、等、等、そう、手付金は手付金、うん、手付金等がついてるって意味が違う、等がついてるからね、そうそうそう、ね、事務所等とかあるもんね、事務所等とかもあるもんね、まあ、そんなことは、そんなことやってるわけだ、え、あ、これがさっき言った、これが問題の傾向みたいな、ちょっと並びに間違えちゃった、はい、いくつあるか問題7個も出て、組み合わせ問題1個出てですね、うん、変形問題が8ですね、うん、普通問題12だから4割も出てるんですよ、うん、去年なんか4割です、イチローの打率よりもすごいというね、4割、その前 35%、35%、35%、前 15% しかなかったのに、5年前は少な、はい、で、これは本当にこれ 5点、5問ぐらいかな、はい、うん、変形問題が5問増えて、あの合格点ラインが下がってきてるってことですね、下がってきてる、やっぱ5問、まあこれは偶然でしょうけどね、5問、5点下がってる、うん、去年31点ですよ、掛け布ですよ、うん、年バレるし知らないんじゃねえか、いや今日の人たち知ってると思うよ、ここにいる人たちはね、橋本清とか言ったらやばいですかね、これね、し、はい、だからもう本当に やばいですよこれもう、ね、最近31とか32だもんね、そうですね、大体、うん、ね、その辺ですよね今ね、うん、だ28区の人が残念だよね、そうですね、36勝分の時の28区って言うとさ、まあ、8点ぐらい違うからさ、うん、あ、まあ、野球で言うと8ゲーム差でしょ、それはやっぱダメだけどもうちょっとね諦めがね、8ゲーム差、まあ、ライオンズ、ライオンズ31で優勝ラインだったらさ、29勝の人たちはさ、ね、頑張りますよね、でなんでそれでやっぱこれをさ、うん、あのしくじってね、後でやってりゃ分かるからみたいなね、うん、でこういうとこね落としたくないですよね、取りやすい問題に限ってこういうのが出てるからね、うん、もう意地悪いわっていう ね、うん、とこですよね、だけどやってやらないことはないんだな、まだな、うん、業法ですと ね、まあ、やってやられないことがですよね、はい、はい、まあ、これはですね、まあ、特にあの、まあ、免許制度っていうのがね、免許制度、出てきました、これが毎年だいたい1問か2問出てくる、ちょっとこれもちっちゃいですけど、ちっちゃいな、はい、こういう、まあ、マインドマップみたいなものにまとめたんですけどね、こうなんちゃってマインドマップ、ね、なんちゃってマインドマップ、これですね、免許制度、大臣免許とか知事免許とか届け出とかね、こう、うん、いろいろありますよね、まずこう免許には大臣免許と知事免許がありますよ、うん、で大臣免許は2以上の都道府県内に事務所を出す場合、はい、でこっちの知事免許は単一の都道府県に出す場合と、舛添さんからもらった人ラッキーみたいな、そうだな、私のでも取引事情は猪瀬さんの俺はしんちゃんだだからそういう東京都でもそれだけ楽しめるやっぱやめた方が面白いよ、父でスーポッポポッポね、うん、私の知り合いの高野さんなんか副知事ですからね、そう、今ね安藤さん、あのね、そうそう、舛添さん辞めた後に取引市場取った人いんのよ、うん、副知事だった、そうだよね、黒さんの期間だからね、おお、レアレアレアだけど何とも言えないですよね、なんかね、これね狙ってたらもう副知事だ、来た来たよおー副知事来たーみたいなね、 Facebook とかに載っけちゃってたりして、もしかしたらだからマック赤坂さんとかなるかもしれない、そうそうもうレアだな、レアすぎて、そう30度ってすぐやめちゃうかもしんねえからな、知事免許も斜めになったりして、そうそう30度ぐらい、やめねでまあ、そういう免許があるね、ね、あとは届け出ですね、ね、はい、信託銀行は免許いらないんだよね、届け出してくれ、はい、届け出、銀行だな、ね、大蔵省の免許業者でさ、あ、はい、で信託銀行って不動産取引やってんだけど、うん、建設業、いや建設省だね昔で言ってね、うん、そこで宅建業法ってやってたから、うん、その建設省の免許を受けろって言ったらさ、ほら、うん、位が違うだろって大蔵省と建設省だとどこじゃ偉いみたいなね、うん、そうなんすか、だから建設省のほら免許なんで銀行様の我々がみたいな、あ届け出てお願いしますみたいな、なんかそういう経緯をあの文献読んだらすっげえ難しく書いてあったんだけど簡単に言うとそういうことらしいんだよね、ああ信託さんだと理想なさんがね、ね、ありますね、はい、はい、あと国とか地方公共団体いらないとかね、うんうん、あと免許外の話とかこう、はいはい、あとこういうの出ますね、結核自由、結核自由、うん、免許受けらんない、免許受けらんない、ダメ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 な人、5年グループ、ダメな人もいる、5年グループ、ペナルティーボックス5年、免許取り消されてから5年間アウト、はい、5年間取れないよ、大丈夫君上から5番目がダメ、そう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 、禁錮以上の刑で
こら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 、全ての法律で禁錮刑以上食らっちゃったらダメというね、懲役だよな、懲役だ、禁錮刑がさ、まあ、あんまりないから実質さ、そうですね、確かにね、有期刑のうち 98% 懲役だって言うんだから禁錮刑の選考がないですよ、ほとんど。試験でも懲役1年とかね出てくると、はい、1年無職から出てきてから5年間、うん、ダメだと、うん、執行猶予ついてたらどうなるでしょうか。執行猶予ですね、はい、どうぞ、はい、懲役1年執行猶予3年だった場合は執行猶予分も上乗せ、執行猶予期間も上乗せになっちゃう、あんた、うん、執行猶予がついてた場合は、あ、まあだから執行猶予ついてないと、まあ、懲役3年だとしますよね、うん、で、無所から無所で無所刑の執行が終わってから、ね、5年間は、はい、まあ、結核中ですよと、うん、で今執行猶予ついてますよね、はい、誰とは言いませんが清原とかさ、ほら、はい、この後野球ラジオなんだぞ、アスカとかですね、うん、ちょっと前はノリピーとかで、はいはいはい、懲役1年執行猶予3年だったとしますよねと、うん、でその人は結核自由ですかっていう話もたまに出てきますが、うん、結論から言うとあの執行猶予ってのはほら、刑の執行が猶予されてるだけであって、はい、まあ、有罪判決は有罪判決だよね、はい、だ公務員さんなんかだと執行猶予付きでもクビになっちゃったりするんだよな、そう、でただ執行猶予ついてると、刑務所に入れられない、まあ、日常生活を送れますよ、はい、事実上、まあ、まあ無罪に近いものなんですが、うん、さて執行猶予中は免許を受けられるんでしょうかね、どうでしょうか、わかりません、わかんない、はい、大丈夫、大丈夫、どう、ダメなんじゃないかな、はい、うん、社長は外しときます、社長社長に振る、そう、社長に振るか、いや、メトメがあったからさ美味しいパンだったなと思ってさ、社長言って嬉しいな執行猶予中はね、これ結核中だよね、うん、ダメなんですね、うん、はい、で問題は執行猶予期間が満了した後5年間ダメなのかすぐいいのかっていうのが出てくるんだよ、うん、どっち、ダメ、2つに1つですよね、ダメなんじゃないかな、大丈夫、そう、大丈夫なんだ、執行猶予が満了すると、まあ、いや刑の言い渡しがないって扱いになるからさ、うん、何でもない人になるよ、だからそっか執行猶予じゃダメだとかって、うん、これがやけに出てくるよね、そうですね、執行猶予3年だけど罰金払っちゃったって場合はどうする、やだね、そのどっちが言う、平成20年だっけそれなんかそういうのもいろんな細かいルールがあって ね、まあ、最後出てきますけど刑法6種類の罰金刑がありましたと、うん、で閉鎖されちゃうわけですよ、罰金刑があって執行猶予があったと、うん、で執行猶予3年明けました、さあ取れるか、うん、取れないんですねこれね、さすが経験者は違いますね、こらだからそういうのもあの問題集とかで経験を踏んであの勉強しておくのがいいってことですよね、そうだね、そうですね、うん、一回だからあの罪を犯して自分がそういう立場になるといいんじゃないかな、そうすか、勉強、これがあのダイナマイト流のですね、はい、これ刑法で罰金刑食らってもダメなタイプですね、懲役刑でもダメなんだけど懲役の下の罰金でもダメにした、うん、はい、はい、6つあるんですね、はい、もう限定なんですよ、はい、傷害罪、現場助成罪、暴行罪、競技準備集合および結集罪、脅迫罪、背任罪、ね、うん、これを全部こうですね、大沢先生のテキストでこう見ました、はい、これ覚え方がありますね、傷害罪の傷、現場調整罪の女、ここで少女って覚えてください少女隊の少女ですね、暴行罪の暴、狂気準備集合の木ですね、昔私なんとか簿記学校にいましたみたいな村田簿記学校でしたね、そう、でそれで簿記、そうで今日で少女が簿記に簿記学校に来た、はい、先生だった私は、うん、今日はハイな気分になった、はい、少女は簿記に来た、今日はハイな気分だ、カモンカモンじゃねえ少女簿記今日は、はい、そんな感じでやったね、はい、この6つです、はい、はい、これが刑法で6つですね、はい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 、時間が来た、時間が来た、時間が来た、はい、このポイントぜひ覚えておいてください、はい、ということで、はい、いい時間になってきた、はいはいはい、でね、冒頭で気になってた方のために前に出してみました、はい、でこれだけ、はい、合格しようぜ発見し、今年の問題集ですね、これ過去問と、過去問と、あと、小沢先生の問題の読み方、解き方っていう本でした、はいはい、これはですね、ちゃんといいですよ、逆側にもう答えがついてるんで、うん、そう、そうだからさ、見開きでその問題と答えが対になってる、はい、答え読んでやれと、答え読みながらできるんです、そうそう、最初の人も最初に答え読む、すごくやりやすい、そのための本です、はい、しかもこれコンビニで買えるようなペーパーバッグ軽いんですよ、軽いです、はい、
気になる方はぜひインターネットで買ってください。あんまりね、はい、行々しくないから終わったらすぐ捨てられるから、うん、捨てないですぐ捨てていいから自分のやつ行々しくないブックオフに言うの頼むよ、ね、頼むよ、これ雑誌買うもうすぐ捨ててくださいべーはい、というわけでそろそろお別れの時間に近づいてまいりました。宅建ダイナマイト合格スクールぶっちぎり大放送、はい、この番組は東京都足立区北千住から世界に向けて発信するインターネット放送局シーウェーブクロスウェーブ千住スタジオ7階スタジオ千住ハウスから生放送でお送りいたしました。はい、この後21時からは野球ラジオクロムシーウェーブ、22時からは安全漫才の月曜10時の連絡帳、引き続きシーウェーブクロスウェーブ千住でどうぞお楽しみください。あのアメバでコメントちょっとお読みできなかった方ごめんなさい。すいません、すいません、ちょっと盛り上がっちゃったんで盛り上がりすぎちゃいました。はい、というわけ で、 です、ね、次回の放送は9月5日月曜日19時半でございます。はい、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。あと30秒、はい、それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら、さよなら、バイバイ。